ったら見なくていいよ。ここさ、ちょっと羽をちょっと取りますね。あ、はいはい、抜きますね。はい、わかりました。羽があるとちょっとどんな傷になってるのか、なんでこの後もしかし毛びやらないんですか。やらないよね、こんな風に。あ、そうなんですか。わー、すごいことになってる。そうなんだ。気にはしてたんですけどね、噛んで。そうか、ここまでやると思う。こっちの方まで来てるのかな。鳥がそんだけ出血するとさ、はいはい、結構な量なんですよ。あ、そうなんですか。鳥にしてみると、だって体重って30何グラムぐらいじゃないですか。そうか、こんな感じ。あ、結構ひどいです ね、 ね、うん、なんだろう、ちょっと体重わかりますね。はい、 よ、はい、ごめんね、何グラムある。だよね、32。うん、お家で測ってます。測ってます、たまに。34ぐらいあったと思うんです。前が30、あ、これは筋肉、ずいぶん昔だと思うんですけど。これ相当昔の話ですよね。5年ぐらい前ですね。5、6年前だと思います。そうか、お家で測ったのは 34 ぐらいですね。ありました、さ、はいはい、あのちょっと最近の話、はいはい、はい、ちょっと落ちてる。前が34から36って聞いて、でももともとそんなに多い、一番最初来た時はもうだいぶ前だもん、36。だいぶ前で36です、ね。何かさ、お腹の中に何か原因があるのかもしれないですよ。で、あの足がね、冷たいの、それと。そうなんですよ、最近冷たくて、うん、これね、鳥にしてみるととっても危ないサインなんですよ。そうなんですか、うん、すいません、ちょっとレーザーを、うん、見なくてよく分かったのでちょっとね、レーザー当てます。で、はい、ちょっとお預かりした方がいいかな、はい、もし大丈夫だったら。で、今からちょっとここにレーザー当てますね。はい、わかりました、はい、じゃあちょっと、はい、そこね、ちょこちょこ本当調子が崩していて、そうなんですよ。乗り越えるかなって。これ映るぐらいの感じでやりにくい。はい、ごめんね。それで乗り越えるかなと思って、まあ5年過ぎるとシニアとは思うんですけど、ね、そうですね。あの、いや、わかりません、違うかもしれないけど、はい、そんな鼻どこいきなり切り、あの、雪っていうかさ、そんなにやらないからさ、うん、はなんかあるとは思ってたんですよ。だから、そうすると、あの、頭の中に何か、ね、痛いものがあるのかもしれない。そうですか。と言って、触っただけではわかんないね。気持ちいいか。ちょっとも待たないかなと思ってたりもしたんですけどね。とにかくね、鳥ってさ、あの、ご存知のように足あったかいじゃないですか、うん、体温が40度超えてるから、うん、手に寄せればあったかいはずなんですよ、うん、冷たいもんね、だから、うん、なんかこう、ま、そういう慢性的にって言って一番考えたのは腫瘍があるかもしれない、うん、まあそれは分かりません、うん、ただ今見たらそんだけ出てると、うんうん、結構貧血しちゃいますし、だからそれでも体温下がってないのね、余計に。昨日元で出ました。とりあえずちょっとそこ、今やってるのはね、トップレーザーで出血炎症を止めるだけの治療なんですけど、人間の治療器なんですけど、近赤外線という光が出てきて、もともと人間で、
慢性疼痛、首痛い、腰痛い、関節痛い、うん、そういうところに当てて血行良くして痛みを和らげる、うん、それから皮膚疾患、まあ解消ね、はい、そんなところ私もそこに当てさせてもらうのと、うん、お腹、胸に当てて代謝を高める、うん、ちょっと、うん、で、この中に入れて温めます、うん、で、これをじゃあちょっととりあえず当てたら温かい部屋に入れて酸素流しますので、うん、それで、うん、ちょっと体温が上がってきたらレントゲンとか、足冷たいときレントゲンとかという病らしさっても良くないんで、まず治療に移ってやめてね。いやだ、よかった。じゃあいいよ、この子でいつも食べてるのは皮付き混合の餌、そうそうです、ね、とボレーコもあげてるんですね。そうそうてます。ペレットは食べない。食べないです。じゃあちょっとそこ開けてもらっていいですか、スペースを。ちょっと映らんな、音を映った。じゃあ、インキュベーターにね、入れますね。じゃあ手続きをちょっと取っていただけますか。